た、さっさと起きなさいよ。のんびり寝てる暇なんてないのよ。あんた死んじゃったんだから。そして絶対勝利負けれんのじゃの戦いは幕を閉じたのであった。カン。レベル1。ちょっと待て、最終回にはまだ早い。ここは太陽を挟んで正反対に位置するもう一つの地球、裏地球。大地がうごめき、異形のものがカップする、グロテスクな惑星である。だが見た目は違えども、地球と裏地球は緩やかにつながる運命共同体であった。そこに目をつけたのが世界ヒーロー協会、通称 WHS である。彼らは裏地球をヒーローを特訓施設として密かに利用し続けてきた。誰もが知っているあの有名ヒーローたちも、実はみんなこの特訓施設を巣立っていった卒業生なのだ。そんなわけで猛特訓開始。ゆっくり死んでいる暇もないのよ、あんたには。何をキョトンとしちゃって。ヒーローのくせにこの施設を知らないとは言わせないわよ。私の名前はエトランゼ。今日からあんたの特訓を担当することになったインストラクターよ。早速特訓を開始するから、心と物理的な準備が整ったら声かけてちょうだい。あら、準備はできたの？それにしてもあんた、見れば見るほどやる気も覇気も迫力も感じられないわね。本当に人気ナンバーワンヒーローなの？まあいいわ、誰でも一発で強くなれるスペシャルな特訓を用意したから。致死率 99%、 レベル2000の超上級者向けダンジョンよ。絶対勝利負けれんのじゃなら簡単でしょ。みんなのヒーローならこの程度の特訓は軽く乗り越えられるわよね。アホか、むちゃくちゃ言うな。ヒーローだって万能じゃない。殴られたら痛いし、拾い食いしたら腹だって下すんだよ。誰あんた。俺は一文字ピロヒコ、こいつの背後霊だ。お前があんまり過剰な期待を寄せるもんだから、黙っていられずにこうして現れたのだ。いいか、これだけは言っておくぞ、ヒーローだって怖い時ぐらいあるさ。そんなこと言いにわざわざ出てきたの？はじめまして。聞いての通り、俺は君の背後霊だ。今後ともよろしく。で、しかもあんたたち初対面？もちろんだ。何威張ってんのよ。ラストバトルであっさり負けるわ。変な背後霊に取り憑かれてるわ。どんなヒーローがいたものね。こんなのじゃ確かにレベル2000は無理かもしれない。なら、ドーンとレベルを落としたダンジョンから始めるしかないわね。その名も、猿でもクリアできるダンジョン。これなら、たとえあんたでも大丈夫でしょ？なんだかとっても引っかかるが。ま、妥当な線だろう。行くぞ。ちょっと、なんで背後霊のあんたが仕切ってんのよ。何事も諦めたらそこで最終回。君の最終回にはまだ早すぎるよな。We'll be right back.
ショック死か。初めての特訓でいきなり重い使命が来たな。負けれんのじゃが負けたばっかりの。いやいや、君を責めてるわけじゃないぞ。いいか、この裏地球と地球の運命は常にどこかでつながってるんだ。同じ名前のやつがそこかしこにいるし、地球で起こった出来事は必ずこの裏地球にも影響を及ぼす。 100% 同じ出来事じゃなかったとしても似たような出来事が起こってしまうんだ。地球のホセ・ガスパチョが死んだからには裏地球の彼の命も危ない。今回の特訓のクリア条件は裏地球のホセ・ガスパチョを救うことだ。あんた、ハイゴレーのくせにやけに詳しいわね。でもその通りよ。今回のあんたの使命は裏地球のホセ・ガスパチョを救うこと。あんたが死なせてしまったホセ・ガスパチョをせめてこの裏地球で救ってみせなさい。遅い。トロトロ動いてたんじゃ、スーパーベイビーもあんたの家族も世界中のみんなが死んじゃうんだから。確かに言う通りだが、こいつが一生懸命やってることはお前にだってわかるだろ。のんきなこと言ってんじゃないわよ。これでも見て、自分の置かれてる状況を思い知りなさい。今は地球を救うと予言されたスーパーベイビーだけのことはある。あっさりくたばってしまった負けれんのジャーの分までこのわしを楽しませてもらおうか。おっと、すごい、スーパーベイビーがすっごいことになっています。攻撃をしのいでいます。赤ちゃんなのにしのいじゃってます。そこらの赤ちゃんとは一味違います。しかし所詮は赤ちゃん、攻撃手段を持ち合わせていない様子。いつまで耐えしのげるのでしょうか。なんだ、突然目の前に映像が広がって。地球の電波を受信したのよ。お前そんなことができるのか。衛星放送ただで見れるじゃん。びっくりするとこ違う。いい、真面目に聞いてよ。見ての通り、負けれんのじゃわしに、スーパーベイビーは孤立無援。今すぐにでも誰かがスーパーベイビーを助けに行かなきゃならないのよ。それが誰かわかるわよね。あんたよあんた、絶対勝利負けれんのじゃであるあんたがスーパーベイビーと地球の未来を守るのよ。一つ確認させてくれ。こいつは本当に死んじまったのか。そうよ。そうか。すまんな、君まで巻き込んでしまって。と言いたいところだけど、本当は死んじゃないわ。積んでのところでここに転送されてきたのよ。 WHS 世界ヒーロー協会の計らいでね。本当か？よかったな。
喜ぶのは早いわよ。あんたはまだラスボス戦の途中なんだから。これからどうするつもり？戻ったところでまた負けるのは目に見えてるわよね。そうならないためにも、今度こそちゃんとスーパーベイビーを救うためにも、ここで特訓するのよ。あんたには地球を救う使命がある。スーパーベイビーを守る使命がある。多くの人を裏切った責任を取る使命がある。そしてそれらの使命を果たすには、まずこの猿でもクリアできるダンジョンでオセ・ガスパチョを救うことだな。その通り、それが今回のマケレンノジャーの使命よ。心